それではお祈りを持って始めたいと思います。お祈りいたします。神様、共に教科の学びを始めることができますことを心から感謝いたします。どうぞ一人一人が学びを通して豊かにあなたの御旨に触れることができますように助けてください。またあなたに対する思いを深め、あなたが備えられた道をしっかり選び取り続けることができますように助けてください。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。第2課は私たちの選択ということですね。暗証聖句ですね、こう書いてますね。吉明ですけれども、今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に使います。口語訳でもないですね。今日選びなさい。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使います。神様が私たちに与えられた最も大切なものの一つが自由意志ですね。神様の御手で作られました。神の形に作られました。それは神様を愛することができる。もっと具体的に言ったら、神様と対峙することができる存在なんです。愛を受け取ることができる、その愛を返していくことができる。人にとって最も喜ばしいところは、神の愛を受け取って感じ取って、そのことを通して心から神を愛することができるということです。これは自由意志があるからできるんですね。強制的ではありません。ロボットでもありません。ただ今日一つ申し上げたいのは、自由意志は守るものじゃないんです。戦い取るものなんです。獲得するものなんです。これがポイントなんです。我々は自由意志がある、それを守っていこう。そうじゃないんです。戦い取らなければ、獲得しなければ失ってしまうんです。この世のものってそうでしょ。例えば私はこういう生き方をしたい、人に親切にしていきたい、本当に弱い人を助けたい、そして心からの愛を持って交わりたいと思ってますね。もういろんなことが世の中起こるわけですよ。それを指定するもの、オレオレ詐欺もそうですね。でいろんなそのテレビの放送を見ててもですね、もう諸事件がいっぱいあります。である意味政治家の言うことも嘘ばっかりとは言いませんけども、どうもなんか分かるようで分からない。つまり我々は守ろうと思ったら暗闇やそういうものに追いつかれるんですね。まっすぐイエスの光、またイエスとの交わり、その自由を保つためには我々は戦い取るしかないんです。戦い取るというのは誰かと喧嘩するという意味ではありません。選ぶということです。自由意志は自由意志なんだから、ちょっと待ちなさいよ、ぼーっとしていこうじゃないんですよ。大丈夫、自由意志ありますよ。だから大丈夫なんですよと。いつか使いましょう。今はちょっと退化しちゃうんですよ。選ぶということができなくなってしまうんですよ。選び取っていかなきゃいけないんですよ。ちょっと飛びすぎますけども、私は子供の頃は巨人ファンだったんですね。今はもうどうでもいいんですけど、で巨人軍のモットーはですね、伝統とは守ることではなく戦い取ることである。って我々が与えられた最大の自由意志は、なんか喧嘩しましょう、失いますと言ってるんじゃないんですよ。自分の立場でいいんですよ。自分の思いでいいんですよ。言葉の言い方かもしれないけど、これを大切にしたいなという気持ちを持ち続けることです。自由だから、いつか違うんですね。
だからこの例えばこの義脇のところもそうですね、やっぱり神様、違法の神様、偶像礼拝、多民族もありますね。でそういう中で彼は今日と言ってるんですよ。今日って何ですか？明日じゃないんですね。昨日でもないんです。それは事情があってなかなか決断がつかない時もありますし、誤って選ぶ時もあるかもしれません。それでも今日なんです。ファイト人はね、こう言ってますね、信仰も大切で、その中で意思というのを強調してるわけです。自分の意思を神の意思と一致させなさいって、選びなさいって。だから朝起きて祈るということは大切なんですよ。いや習慣になってますし正しいですと、でこういう事情がありますだから今日はって、いやそれ祈らないから神様指定してんじゃありません、そうでしょう。選ぶということですよ。そして飛び越えて言うなら、選ぶ中で最も大切なのが安息日であり礼拝なんです。ここに皆さん方が出席できているということは本当に大きいことなんです。戒めだから、信仰者だから、それでもいいですよ。でもそれを超えて私たちは選ぶというところに意味があるんです。というのは、10回の1条から3条、5条から10条は、選ばなくても正しいということが分かるんです。殺してはいけませんよ。嘘をついちゃいけませんよ。両親を敬うべきですよ。神を第一とすべきですよ。偶像礼拝ダメですよ。乱れに見ないとられる。安息日は選ぶということなんです。だから今日ちょっとそっち行きたいんですけども、人間が6日目に作られた時にこう書いてますね。甚だ良かったって。見栄え形が良かったんでしょうか。神の形違うんですよ。心を持ってたって。感じ取ることができた。応答することができた。自分で選ぶことができた。でその中でそれが自由意志で与えられる最大のものなんですよ。でも飛びすぎますけども、人間は一番大切なものが最もリスクが大きいんです。自由意志があるから罪を犯す可能性があるんです。で私最近信仰による義人誠実って叫んでますけども、信仰による義人も大切だからリスクがあるんです。先生、信ずるだけでいいんでしょうか。そんなこと言ってたら誰も何もしませんよって。違う。皆さん、ここに本当に愛する人がいる。自分も愛されてる。それ感じ取れる。そのことによって自分も生かされる。で、その人を愛することが自分の生き様だというときに、その関係はぼーっとしますか。本当に困ってて助けませんか。本当に困ってて相談乗りませんか。喜んでたら一緒に喜ぶでしょ。それがなくなる。でも人間の自由意志、そう愛は極端に言えば逆の憎しみにさえ変えることがあるわけです。それは人間の限界かもしれない。だからリスクはあるんです。だから今日求めます。6日目は甚だ良かったから、神の形だったから、外面じゃなくして神様と対峙することができた。神を感じ取ることができた。応答することができた。だから自由心持ってた。それは神を選んでもよかった。自分を選んでもよかった。極端に言えばサタンを選ぶのも自由だったんです。選ばない方がいいんですよ。じゃあどうして彼は立つことできるんですか。安息日ですよ。第7日目に神様はその技を休まれて、アダムのためにアダムと作り主、限りない愛を持っておられる、そしてそれを本当に心から注いでる、で作ってくださった神様と対峙する日を作ってくれたんです。私は神に作られたんだ、神の形に作られたんだ、自由意志を与えてもらったんだ、愛されてる、
この愛を受け取って私の心が動いて、そして神にその応答をしていく、神を愛していく、神に喜んで従っていく、このことが私にとって最大の喜びだということが分かったんです。だからそれが真の創造なんです。人間、神を愛することができる、この安息日を備えられたから、備えられたから、ここに言ってる自由意志というものが生きるんですよ。自由ありますよと、この世の中自由があっても先生選ぶのもないですよと、人のあれば限界ですよ、心だって信頼したら傷つきますよと、もう50歩100歩です、いや江戸は行く岩の目抜きますよと、法律があってもそれを心から守る人はいませんよと、抜け道ばっかり考えますよと、格差が大きいですよ、オレオレ詐欺ありますよって、なんで真実で生きていけるんですか。まあ、この先週も話しましたね、あの誠実に生きるのはバカらしくないですかって、傷つきますよって、結果が出ないですよって、むしろ裏切られますよって、根本的なものを失うんです。それは私たちが生きるということは、本当に心から神を愛し、人々を愛して生きるように作られたんです。その出発点が安息日なんです。だからホワイト人こう言ってますね。安息日が心から守られていったら、進化論者や懐疑論者は起こらなかったって。進化論者は起こらない。今の日本、世界のほとんどはクリスチャンだと言いながら進化論者はいっぱいいますからね。懐疑論者はほとんど全てが、いや全てとは我々言いますけど、ぐらいですよ。安息日何ですか。土曜日ですよ。金曜日の日曜日から土曜日日没ですよ。礼拝するんですよ。それ守れてたから違う。神と対峙するってことです。だから、この今週のテーマのところでこう書いてるんですけども、ですね、それゆえ私たちの選択についてとりわけ大きな選択、私たちの残りの人生だけではなく家族の人生にも栄光を及ぼしかねない選択についてはじっくり考えることがなんと重要でしょう。ヨハネを超えます。あなた方はすでに神の子である。イエスが2000年前にあなた方を神の子とするために十字架にかかってあなた方の罪を追い切られた。すでに神の子である。でもそのためにどれほど大きな愛を賜ったか考えてみなさい。信仰も守ってたら退化しちゃうんです。ダメ。戦うと誰かと戦わないんですよ。私の信仰素晴らしい、あんたはダメだ、私はこうだ、うん、そんなこと言ってんじゃないんですよ。受け取り続けるということですよ。受け取り続けるときに私たちは変えられるんですよ。守るものじゃないんです。いや、守るために戦うという言葉もありますから、守るという言葉を前提に否定はしません。でも大切なものって守り続けるという言葉ですよ。守り続けるんですよ。ぼーっとしておるんじゃないんです。皆さん方のやり方でいいんです。獲得し続けなきゃいけないんですね。日曜日の自由主このじゃあまあやりすぎると自由主があるけども、そんなものがあるから、禁断の好み、善悪を知る好みがあるからね、罪を犯すんだって。皆さん、自由もなくてロボットで奴隷で救われて嬉しいですか。それは救われてないんですよ。天国与えられても救われてないんです。それはロボットです。完璧です。言う通りです。心はありません。選択の自由もありません。天国与えられたってそれ救われてないんです。空いています。まあこれいいで、なんかの棚からぼた餅というか、少々なんか不正臭いもので不正臭いもので1億円やるよりも、自分が本当に心から歩んでいった、まあ1万円でも10万円の方が意味
なくないですか。でも世の中、いや、少子不正だろうなんだろうが1億円の方が意味があるっていう価値観もあるわけですよ。本当それで幸せかどうかは別ですけど。だからそうではなく、神は私たち全員が救われるように選択してくださり、この世が始まる前ですすら私たちは神において永遠の命をもちろん選ばれた。ここは厳しいんですよ。もう神様にしてみれば、私も親だから分かります、自由子なんか抜きにしても救いたいんですよ。本当は何でもいいから救いたいんですよ。でもその人救われたことにならないんですよ。天国に、天国は用意できるんですよ。永遠の命も用意できるんですよ。でも救われてないでしょ。個性失うことでしょ。70億人人がいると、クリスチャンになったらみんな同じ個性になるって、罪も犯せない、ロボットみたいですねって、秩序がありますねって、おかしいでしょ。初代教会は秩序がありました。愛の秩序なんです。個性豊かな人たちがイエスを愛するということにおいて一致してるんです。これ抜いたら救えないんですよ。主を愛しなさいと、主は私たちを強制なさいません。イエスはここに、私を愛するかと聞くんです。私を愛するかと聞くんです。愛が愛であるために、愛は進んで与えられねばならないんです。いろいろな意味で聖書は、さまよわれる人間に手を差し伸ばし、強いることなく彼らの心を獲得しようとする神の物語だということを言います。あえてこう言えます。イエスは十字架について見せたんです。じゃないと人の心動かないんですよ。あんた救ってやろう、ご褒美やろう、それはそういう価値観だったら、じゃあ天国ください、今のままでもいいですよと、少々不正があってもいいですよ、まあ、それでもそれは天国もうすごいですねって。でもそれでは、それではどうですかね、私たちのものにならないんですね。そうですね、本当に私たちは自由意志持っているものとして、イエスがあれでしょ、十字架が贖いの象徴だけども、イエスの生涯全部が贖いなんです。神が人になったんです。この謙遜さは、私たちがいかに謙遜であっても追いつかない。あなたのためにとことん私はへり下って謙遜になる、与え尽くすということを示したんです。30年間かけて、それで十分なのに、神が人になるだけで十分ですよ。謙遜さは即十字架でもいいんです。そうしなかった。30年間ベツレヘムの馬小屋で生まれ、ナザレ、何の良きものが出ようか、ほとんど意味ないとか、意味のないというのは無意味という意味じゃありません。あまり有名じゃないということです。そこで30年間生活しました。で、兄弟は6人以上いたと言われます。多分連れ子だったと思います。大工の息子、まあ家具職人みたいなものです。そこで30年間手抜きをしてないんです。0歳から1歳、ほとんど何もできません。6人も兄弟がいたら、ほとんど世話もされないかもしれない。それ十分でしょう。1歳から2歳も手抜きしませんでした。30年間手抜きしなかったんです。3年半の公の生涯のために30年間手抜きしてないんです。これがイエスの姿勢なんです。これが強制がないということです。そして3年半、食する暇も忘れて、愛し、許し、癒し、福音を伝え、そして御国への道を備えてください。最後の苦難、これはもう極みの苦難です。暗闇、孤独、罪深さ、神から捨てられるということ、全部彼が経験しました。それでもお前が神の子だったら
降りて切れてみろと言いました。正義でしたら降りてもいいと思います。あんた間違いだよ。降りませんでした。彼は父よ彼らをお許しくださいと言いました。こうしないと人の心は変わらないんです。失われた人の心は変わらないんです。例えばイエマオの途上、復活の主に会う時でも、人を変えるのは簡単ですよ。恐れとか権威とかお金とかで変えられますよ。皆さんそうじゃないですけど、ある人のところに1億円ポッと持ってきて、これあんたにあげようよって言ったら、ほとんど相手変わりますよ。皆さんは変わらないかもしれない。エマオの途上でもイエスはね、復活の主として栄光をまとって立ったら、ははーともう終わり、一発で終わりですよ。どうしたんですか。大切だから、これ以上ない大切なことだから、自由意志を尊重したんですよ。じっくり御言葉を話したんです。君たち何話してんのって、いやいや、イスラエルがあって、イエルサレムであって、私たちが尊敬してたイエスがね、もう欠けてたけども、十字架につけられて、そして、亡くなりました。で、復活したとか言うんですけども、うんぬんってことでとぼとぼ歩いてました。聖書の御言葉を通して彼らに話しかけました。で、エマに着いた、通り過ぎようとされた時に、彼らは自由意志で失望しきってたんです。もうイエスは救い主じゃないと思ってたんです。その彼ら、それが自由意志なんですから。そっから彼らはイエスと出会うことによって、それは私が主であるでも変えられるんですよ。その方が簡単かもしれない。まあ、けどごめんなさい、私はあなたを愛してるって1億円積んだ方が分かりやすいかもしれない。そんなことはしないんですから。私はあなたを愛してるということを順々と説かれた。心が燃えてきた。そして強いてイエスを引き止めた。これが自由意志です。これが安息日なんです。愛されてる、この方だ、こんなに失望してるの、どうしようもないの、人生失ったと思ったのに、真っ暗闇だのに、この方と話していると心が応答したくなる。先生、私たちと一緒にいてください。それでも分からなかった。で、イエスが祝福して食事を分けた時に、主だって分かった。もう恐れはなくなりました。神様は自由意志を大切にしてください。だから私たまに思うんですけども、聖書を読むと、まあ、イエスが本物でありその通りであり、イエスが溢れてるから、命であり許しだからかもしれませんが、イエスってあんまり祝福してないんですね。まあ、祝福っていうのは何かったら、相手をこう理論とかいろんなことをすることによって、あの導いて、あの作り変える祝福っていうんですよ。あんまりしてないんですよ。むしろさらっとしてるんです、イエス様って。まあ、彼が本体だからです。命だからです。だってあなたの罪は許されたで、許すことができる方です。私なんかあなたの罪が許されたことはどういう意味かを説明してるわけですけど、主、これ人間しょうがない、それが伝えること。イエスってこういう方ですよ、聖書こうですよ、罪ってこうですよ。イエスは一言でいいんですよ、あなたの罪は許された。そういう方ですね。そういう方が本当に私たちの自由意志を尊重してくださる。こう言ってますね、聖書はサマエル人間に手を差し伸べ、強いることなく彼らの心を獲得しようとする神の物語だということができます。この事実が最もよくわかるのは、イエスのご生涯と働き、そして人々が自由意志を用いていかに彼に応じたかということの中においてです。彼に魅了された人もいれば、彼を殺したいと思った人もいました。確かに神は私たちが救われるように選んでくださいましたが、最終的にその救いを受け入れる選択は私たちがしなければなりません。
私たちが行わなければならない、あらゆる選択の中で主に仕えるという選択は群を抜いていて、私たちと私たちの人生やその中で選択によって栄光を受ける人たち、身近な家族たちなどにとっても最も重大です。そのことは疑いの余地もありません。安息日にこう出席できるということは本当に大きいことです。でも立派になってあの人守ってないって人を裁くことではありません。最も大切なものは守っていくべきです。守るというよりは戦い取っていくことです。喧嘩することではありません。獲得し続け、選び続けることだと思います。だから月曜日正しい選択をする。でもその場合でもね、この問3のところに書いてるんですけども、祈って神の知恵を求める、神に従う、いわなる神のところ、聖書の御言葉、信頼し主の導きに委ねる、そしてしっかり計画を立てる、後で読んでほしいんですよ。まあ、これは必要なんですよ。でも根本的に神を選ぶかどうか、結局のところ私たちは神が私たちを愛し、私たちにとって最上のものを望んでおられ、もし私たちが信仰と謙遜のうちに人生を神に委ねるなら、信仰によって私たちの選択を進めることはできると知っているので、大きな確信を持つことはできます。選び取り続けることが喜びになるんです。選び取り続けることがイエスを深く知ることになるんです。選び取り続けることが信仰の確信になるんです。そのためには祈ることが必要です。神の知恵を求めることが必要です。従うことができるんです。今なるイエスの上に立つことが必要です。御言葉、聖書の御言葉、これが私たちの力です。ホワイトに言いました。この御言葉が最終的にあなた方を決めるんですよ。御言葉を信じますかって、主に信頼することです。主の導きに委ねることです。そしてその中で主を信ずる者として計画を持つことです。で、火曜日からは水曜日で友人を選ぶという、まあ、結婚も含めて書いてありますね。で、このところで、これ出会い、その通りで人生は出会いで決まるわけです。どういう人の出会えるかで、これは世界を見るときにそういう出会いすら与えられないような戦火の中にある人もいますし、飢えて亡くなる人もいますから、そのことも心に留めなきゃいけません。でもそうであっても私たちは出会いで決まります。で、私たちが行うであろう最も重要な選択の人は一つは友人ですと書いてありますね。ダビデとヨナタン、ヨナタンがすごすぎますね。なんででしょうね。サウルがいて自分が、長子ですから、当然王を継げるわけですね。で、神様が介入してダビデが継ぐことになる。それを認めるどころか積極的に支えたんですね。でもこうですね、全世界を設けても命を失ったら、でヨナタンの気持ちを考えたらいろんなことあったと思います。それでもイエスと共に御国に向かって歩んでいく、イエスを愛していくことを比べたら王であるとかないとか、その何ともないことです。だからそう思えないんだ。さっき言ったように1億円積まれた方が分かりやすいですもんね。私あなた愛してるぞって。でもヨナタンの素晴らしかったところは我慢したんじゃないんです。主なる神と対峙したんです。それを選び続けたんです。そのことによって他では得られないものを得てたんです。これを覚えてください。王となって得ることってすごいじゃないですか。それ以上のものを得てたんですよ。皆さんも経験するでしょ。ある人の関係があって愛されてて愛して本当にその人のために生きるときに自分の全てを失ってもいいと思うことないですか。ある場合毎日そうだったら、それ毎日すぎません。
私もちょっと説教で言いました、どんなことがあっても牧師は辞めないと思ってました。人が同情って。でも2回だけ辞めても、辞めるというのは辞めてもいいと思いました。それはあること2つのことのためです。人は心を持ってるということは、そうなんです。ヨナタンはそこまで言ってたんです。ああ、信仰者ってつらいな、我慢して。そしてヨナタンが極悪非道ならね、いやまあ資格はないわって。こんな人をなんで王にしないんだろうか。それは人間だからいろんなこと感じたと思いますよ。でもイエスを深く知ってたんです。パウロなんて言いました？イエスを知るまでは彼は宗教的なことも含めて、サンヘドリンの議員、ローマ市民権、ヘブル人の中のヘブル人、立法の点では落ち度がない、パリサイ人、ずっと言ってたわけでしょ。なんて言いました？イエス・キリストを知る知識の絶大な価値と比べれば、それらは塵悪だだって。我慢じゃないんです。人間そこまで自由意志が与えられてるんです。だから十字架必要なんですよ。十字架見せないとね、そこまで深まらない。世の中ごり、やっぱ先生そんな綺麗事言って理想言ったって、お金なかったら生きていけないでしょ。まあその通りかもしれない。でも特別かもしれないけども、殉教者はそういうことなんですよ。ステパノなんて言いました？ああ、クリスチャンになって他の人はパウロなんか伝道旅行で抜けるのに、私もそうしたかったのに、私はここで命失うのかって言ったんですか？天が開けたって言ったんですよ。栄光が見えるって言ったんですよ。恐れなくしたんです。バプテスマの言われはどうでした？最後は投獄されましたね。ああ、彼も初め人気あったのにな、素晴らしいことで何も悪くないのにな、サロメが踊ろうが、アーブが、ヘロデがどうであろうが、何も関係ないのにな、私は悪くない、ね、だからイエスの弟子たちもなぜイエスは彼を助けないんだろうと思った。でもイエスはこう言いましたね。女性の産んだものの中で彼より大きいものはなかった。で、ここまで言ってるわけですよ。彼は、ある周りがね、彼は何の印も行わなかったが、彼がイエスについて言ったことはみんな本当であった。最高の証ですよ。イエスを知ってたということですよ。だからヨハネは永遠の命とは、父並びに父が使わされたイエスを知ることですと。だからパウロはイエス救い主を知ることと比べれば、比べてんですよ。我慢じゃないんです。まあ人間だからちょっとした我慢があったかもしれない。だからそう考えた時に、ヨナタンがそういう人だったし、それでダビデを支えていった。ヨナタンはダビデに対して怒ったり彼を妬んだりしませんでした。いや普通は妬むと思いますね。私綺麗事言ったって人間は心を持ってますから、なんで私かと思うのは当たり前だと思うんですよ。人が褒められたら喜んであげますけども、なんでと、自分はどうだって落ち込む。自分もそうですよ。周り見たらほとんど、あ、誰さばいちゃいけませんけど、こう私は神に従っていますうんぬんたって、やっぱり自分にとって都合の悪いことを思ったらみんな沈みますよ。これ全くこれは当たり前ですよ。クリスチャンは沈んだままでいないというのに意味がある。でそれを繰り返しうちにもう沈まなくなることがあるかもしれません。だからヨナタンはダビデに対して怒ったり彼を妬んだりしませんでした。それどころか自分の父親であるサウルの怒りからダビデを守ることによって助けることを選びました。ヨナタンの魂はダビデの魂に結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。なんという真の友情の高齢者。まあなかなかそういう人いません。私断定しちゃいません。だから友達として最初に選ぶべきお方はイエスだと言ってるんです。イエスは裏切ることがありません。ヨナタンもこうできたのはイエスとの関係を持ってたからです。
イエスから愛されてたからです。イエスのように生きたいと思ったからです。イエスの弟子だったからそう思ったんです。そしてポイントです。こうして予的にはなんでここまでやるんだ、辛い人生で、こんなことでいいの、何の喜びもあるんかという見方しかできない人もいるんだけれども、それも予的には私はそうかもしれないと思うけども、ヨナタンはこのことに喜びを感じてた。これは取り去ることはできない。サタンでも取り去ることはできない。これが御国なんです。御国になぜ問題がないんでしょうか。愛する人だけだからです。みんな愛されるんです。愛する人だけしかいないんです。だからみんな愛されるんです。この地上はやっぱり誤解しますし、傷つきますし、愛が、ね、暗闇に追いつかれる場合もあります。ヨナタンはイエスとの関係を持ってました。その中でダビデを愛することが喜びだった。でもさ、もう一回言います。そうだけども、これ戦い取ってなかったらつまずくんですよ。もし彼がなんか喧嘩しない、獲得し続けてなかったらだんだん思うんですよ。いや、私は王の子供だって、まあサウルお父さんが悪いのは分かる。でも私何か悪いことしただろうか。いや、なんでダビデが王になるんだろうか。羊飼いのなんか末っ子じゃないか。おかしいじゃないかと思いますよ、ね、それ人間なんですよ。ヨネは闇を追いかけてくると言ってるんです。闇に追いつかれないように光が売りうちに光のうちを歩みなさい。これが戦いなんです。まあ、次の人生のパートナーもそうですね。本当にまあ、これは結婚の選択の時に、まあ、アダムはまあ、わかります。アダムは最上のものを与えられたわけですよ。アダムは選択は一つしかなかったんですよ。エヴァを受け入れるかどうかの選択、それはあったと思うんですよ。極端に言えば嫌だったら断ってよかったと思うんですよ。なんか雰囲気見ると断れないような雰囲気だけど、嫌だったら断ってもいいと思います。彼は選び取ったわけです。まあ、その流れの中でエヴァが罪を犯し、彼も罪を犯したわけですね。こういうことです。ふさわしい結婚相手を探すことに加え、まずあなた自身がふさわしい人になってください。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。そしてイエスは、あなたは兄弟の目にあるくずは見える、まあ、塵でもいいんですね。くずは見える。なぜ自分の中の丸太に気づかないのか。丸、それ人間ですよ。だから神を求めるべきですよ。ヨナタンはすごいですよ。ヨセフもすごいですね。でもあれ我慢じゃない。我慢もしたんですよ。ワイド人はそういう書き方してます。兄弟に売られるときに泣き叫んで助けてくれるように願ったと書いてあるんですよ。でそれがなかったと言いません。人間、いや大丈夫、ヨセフなんかあんな人で、最後愛して信仰的で神に信頼して夢を見てたから揺るぎませんでしたとは書いてないんですよ。勝利したとは書いてるんですよ。だっておかしいですよね。エジプトに行ってからも、投獄されてからも、待って、まあ、投獄されて2年間も待ったと書いてありますね。考えられない。それはきついですよ。崩れそうになるんです。でもイエスを選んだんです。イエスを選んだら勝利できるんです。そしてイエスを選び続けたら実ることが待ってるんです。私は旧約聖書の中で一番大好きな、まあ、差別するわけじゃない、一番大好き、40何章の中にね、兄弟たちがまあ、お父さんが生きている間はまあ許してもらえるけども、お父さんが死んだら多分、復讐を受けるだろうと思って来て、もうひざまずいてひれ伏して頼んだ時に、ヨセフは涙を流してね、なんでって、私はあなたを許している、そのことが私の人生の意味なんだって、実りなんだって、
私が神に代わることできようか、神様が私をここに送ったんだって、イスラエルを救うために。ちょっと読んでみましょうね、せっかくですからね。私一番ってその比較じゃないですけど、大好きなところの本当に涙が出そうになるところなんですけども、創世記の50章ですね、創世記50章ですね、50章の15節から、50章15節から、まあ読んでみます、私が読んでみますので。ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見ていった。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかそのトガと罪を許してやってください。今どうかあなたの父の神に仕えるシモベラとのトガを許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。やがて兄弟たちも来て彼の前に伏していった。この通り私たちはあなたのシモベです。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることはできましょうか。あなたは私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと図られました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。これ我慢なんでしょうかね。まあ、人間的に言ったら、いや、あえて言わせます。私は兄弟にこれだけのことをされたら、最後まで許さないかもしれないと言っていましたね。牧師がそんなこと言ったら、これ本当に許せますか、こんなことは。これ物語として見たら、よそは立派だなって。でも自分がその立場に立ったら許せますか、これ。まあ、最後ね、エジプトの総理大臣になったから、まあ、これでいいわなんていうことじゃないですよ。人生潰されたみたいなもんですよ。でも違うって、主が私に夢を与えてくださった。そこで彼は主と対峙してます。受け取ってます。お父さんのヤコブでさえその意味分かりませんでした。兄弟は なおさら分かりませんでした。でその流れの中で兄弟に売られるわけですよ。いや、夢を見たから、ハイト人に置いてます、泣き叫んで助けてほしいと言ったと書いてるんですよ。本当ポテバルのところ行ってもそうでしょ。正しいから投獄されたんですよ。世の中に行ったら、まあいいわ、見えないよねったら、これから私はもっと金儲かるから、じゃあ奥さんの言うこと聞こうかというぐらいのもんですよ。こっちから仕掛けたんじゃない、悪いのは向こうだって。彼はそうしませんでした。その結果投獄された。まあ、給仕役と料理役ね、言い当てた。せっかく言い当てたのに、2年間ですよ、皆さん。で、ホワイト人はやっぱりそこで、頼むから早くて、頼んだって書いてるんですよ。だから彼は立派な人でも、キリストで動きませんよ、何があっても、どんと来いって。人間だから動きますよ、そら。どうにかしてほしいと思ったと書いて、まあ、ホワイト人の方に読んでみてください。2年間待たされた。それでも彼は神を選び続けた。そして最後はイスラエルを救ったわけです。最大の、私たちが経験できる最大のことなんですか。イエスのようになれることです。どうですか。許したということですか。まあ、不信仰みたいな、私こんな愛をなかなか持てないと思っちゃう。イエスはこれ以上の方なんです。イエスはこれ以上の愛を持ってる方なんです。それで皆さん方は許されないと思います。全般言いましたね、すでに皆さん選ばれてるって。ヨハネ言いました、あなた方はすでに神の子である。我々はそれを受け取っていく。
そして恐れる。イエスも言いました、ね、恐れることはないと。いろんな恐れあるんですよ。こうだああだ、これが欲しい、自分はこうだ、罪深い、この恐れることはない、私の前にいたらありのままでいいって、あなたのままでいいって。長血の女、後ろから御衣に群衆に紛れて触った女の人はイエスが探して探して、そして前に出た時にどう言ったんですか。すべてありのままを申し上げた。我々はイエスの前にありのままで立つことができます。そして木曜日、進路を選ぶ。そういう意味で進路を選び取り続けるんです。選択し続けるんです。もう一回帰ります。自由意志は神を愛するということは守ることではありません。まあ大切なものとして守るからこういうふうにするんだという意味で守ってもいいんですけども、戦い取るものです。選び取るものです。こう書いています。私たちがどのような社会的階層の中にいようと、私たちはさらなる意味と目的を人生に与える自分の職業に関して、とりわけイエス・キリストによる救いを自分が得ていると知っていることとのつながりで選択できますって。これでいきますね。イエスに従って、そういうイエスと一緒にイエスを愛していくなら、どんな職業でもいいと言ってるわけです。まあ、この世の中では職業に格差あります。それはもう給料も違うし、認められることも違います。それは当然です。である人は努力してますから、それを得ていろんな対価を受けることもそれは正当でしょう。でもそれ以上のものがある、イエスとの関係である。とりわけイエス・キリストによる救いを自分が得ていると知っていることとのつながり、イエスに生かされている。そしたら失望に終わらないんです。実るんです。バフテスマのヨハネのように投獄されて終わっても彼満足したんです。ヨハネに帰って言えと、盲人が目を開けられ、足の不自由な方が元気になっている、彼はそれを十分でした。十字架上の強盗はやり直すことはできませんでした。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう、これで十分でした。聖書全体を通じて私たちは人間の自由意志の現実を突きつけられます。罪に落ちていなかったアダムとエバでさえ自由意志を持っており、彼らは違う、これ逆です。私これ書き方おかしい。罪に落ちてなかったからこそ自由意志があるんです。ちょっとこれ私はそう思いますね。残念ながらそれを用い、だからリスクはあると思うんです。それを用いて間違った選択しました。罪に落ちていない完全な人間が自由意志を誤用するのであれば、私たちのように罪に染まった存在がどれほどそうしやすいことでしょう。だから神の側に立つ、失敗をする、悔い改めがある、暗闇になる、でも闇の中から導いてもらう安息日ですよ。私たちは次のことを覚えておく必要があります。自由意志とは内外からの圧力にかかわらず自由に選択できるということですから、私たちは間違ったことを選ぶ必要はありません。私たちは私たちの中の神の力によって神から与えられた自由意志を用いて正しい選択をすることができます。先週も言いました、誠実であることを止めることは誰にもできません。ただそれを止めようとするものはいっぱいありすぎます。途方に暮れるぐらいあります。だから誠実でなくても仕方がないなと思うぐらいのことは世の中にあります。しかし聖書の御言葉、イエスの側に立つならば誠実であることを止めることはできません。それは皆さん方の選びだからです。それでは黙祷を持って終わりたい。